多毛症は体の各所に異常に多量の発毛が見られる状態。アムブラス症候群とも呼ばれる。多毛症には二つの異なる類型が存在する。全身の部位に発毛する反発性の多毛症と範囲が限られた局所性の多毛症である。多毛症は先天性疾患である場合もあるが、後天的に発症する可能性もある。多毛症における 過剰発毛は、チブ、顔面、液下部のアンドロゲンの影響を受ける部位を除いた皮膚の領域で発生する。19世紀及び20世紀初頭のサーカスの余興の出演者の中には、ジュリア・パストラーナのような多毛症の罹患者が含まれていた。その多くは、見せ物小屋で働き、人間と動物の両方の特徴を持つものとして宣伝された。 多毛症の分類には2種類の方法が使用される。反発性多毛症と局所性多毛症に分ける方法と、先天性多毛症と後天性多毛症に分ける方法である。先天性の多毛症は遺伝子の変異により引き起こされ、後天性のものとは異なり非常に稀である。先天性多毛症は常に出生時に存在している。先天性ケバケ性多毛症の症状は、 出生時にすでに顕著である。先天性毛ばけ多毛症の新生児は薄い毛ばに完全に覆われている。通常の状況では、胎児の毛ばは生まれる前に抜け落ちて難毛に生え変わるが、先天性毛ばけ多毛症の場合は出生後も毛ばが残り続ける。手のひらと足の裏、粘膜は影響を受けない。罹患者が年齢を重ねることで毛ばが薄くなり、 多毛症の症状が限られた範囲にしか残らないことがある。先天性反発性多毛症は男性の場合、顔面と上半身に過剰発毛を引き起こす。一方で女性の場合の症状は男性に比べると軽度で、また左右非対称な発毛になる。手のひらと足の裏、粘膜は影響を受けない。先天性終わり気性多毛症は、色素を多量に含む終わり気が、 罹患者の全身を覆っていることで特徴づけられる。この症状はしばしば歯肉増殖症を伴う。先天性をあり消せ多毛症の罹患者は全身に太く黒い体毛を持つため、狼男症候群という用語の由来となった可能性が高い。この症状を持つ人々は、その得意な外見からサーカスの出演者として働くこともあった。 先天性原曲性多毛症の関連症状は上肢での太い難毛の発毛である。原曲はこの類型の多毛症が体の特定の部位、この場合は上肢の伸び側面に限定されていることを示す。先天性原曲性多毛症の一種 A、アリエル号、毛深い肘症候群では肘とその周辺に過剰発毛が見られる。この類型の多毛症は 出生時に症状が認められ、症状は年齢を重ねることで顕著になるが、思春期には鎮静化する。先天性局所性多毛症は局所的に体毛密度と体毛の長さを増加させる。母半性多毛症は出生時に症状が認められる場合もあるが、年齢を重ねることで顕在化することもある。この類型の特徴は、皮膚の一点での終わり毛の過剰発毛だが、 その他の疾病は伴わないことが多い。後天性の多毛症は出生後に発症する。多数ある原因には薬物の副作用、悪性腫瘍との関連、接触障害とのつながりなどが含まれる。後天性多毛症は様々な治療によって症状が軽減することが多い。後天性の毛化形性多毛症の特徴は特に顔面における毛化毛の急速な発毛である。 この類型では、胴体と脇の下にも発毛が見られるが、手のひらと足の裏は影響を受けない。この症状における体毛は一般に悪性重毛と呼ばれ、非常に細く、色素が少ない。高天性反発性多毛症は一般に、頬と上唇、顎に影響を及ぼす。この類型では、前腕と脚部も影響を受けることがあるが、稀である。 後天性反発性多毛症と関連する奇形として多数の体毛が一つの毛包から発毛することがある。関連する奇形には逆まつげで見られるようなまつげでの異常な発毛パターンも含まれる。高血圧の治療における経口薬としてのミノキシジルの使用はこの症状を引き起こすことが知られている。外用薬としてのミノキシジルは脱毛症の治療に用いられ、 塗布した部位の発毛を促すが、体毛は、ミノキシジル外用薬の使用を中止するとすぐに消滅する。後天性パターン性多毛症における発毛の増加は、ある種の模様を形成する。症状は、後天性反発性多毛症と類似している。この類型の多毛症は、内臓性悪性腫瘍の兆候の一つである。 高天性極所性多毛症は炎症もしくは外症に続発することが多く、体毛密度と体毛の長さを増加させる。この類型の症状は体の特定の部位に限られる。多毛症はしばしば男性が多毛症として誤って分類される。男性型多毛症は女性と小児にのみ見られる多毛症の類型であり、アンドロゲン感受精の発毛が過剰になることで引き起こされる。 男性型多毛症の罹患者には、成人男性の発毛パターンが現れる。男性型多毛症の女性の胸部と背部にはしばしば、発毛が見られる。男性型多毛症には、先天性のものと後天性のものが存在する。この多毛症は、女性の体内における、過剰な男性ホルモンの分泌に関係するため、症状にはニキビ、声の低温化、生理不順。 男性的な体型の形成が含まれることがある。男性型多毛症は、ほとんどの場合アンドロゲン血中濃度の増加によって引き起こされる。アンドロゲンの増加が原因となっている場合、アンドロゲン血中濃度を低下させる薬物によって治療することができる。一部の経口否認薬とスピロのラクトーンは、アンドロゲン血中濃度を低下させる。すべての形態の多毛症が持つ、 基本的な特徴は過剰発毛である。多毛症における体毛は通常を想定される以上に長いことが多く、体毛の毛質も様々である。パターン性多毛症での発毛は模様を形成する。反発性多毛症では全身に発毛する。原極性及び局所性の多毛症は特定の部位に限定された発毛を引き起こす。X 連裁伝性多毛症の女性の 遺伝パターン X 連載電性多毛症の男性の遺伝パターン先天性受け化け性多毛症は8番、染色体922領域の変動減体逆位によって引き起こされる場合があるが遺伝ではなく自発的突然変異が原因である可能性もあるこの多毛症は皮膚に影響する常染色体優性皮膚疾患である 先天性反発性多毛症は優性遺伝形式を持ち、X 染色体の XQ24 から27.1領域と関係するとされる。罹患女性は50%の確率で子に多毛症遺伝子を伝える。罹患男性は娘に必ずこの類型の多毛症を遺伝させるが、息子に遺伝させることはない。先天性反発性を割り形成多毛症は、 遺伝子の変異が17番染色体に何百万ものヌクレオチドの挿入、または血質をもたらすことで起きると考えられている。マップ2 k 6遺伝子はこの疾患をもたらす因子の一つである可能性がある。遺伝子の転写に影響する染色体の変異もこの疾患の原因となりうる。その他の多毛症の方万発性皮膚ポルフィリン症の症状は患者の顔面に 多毛症として現れる場合がある。高天性毛化性多毛症は、通常、悪性腫瘍に伴って起こる。この類型の多毛症は、神経性無色欲症のような代謝異常や、甲状腺機能更新症のようなホルモンの不均衡とも関係があり、特定の薬物の副作用として発症することもある。高天性反発性多毛症は、悪性腫瘍によって引き起こされる場合がある。 悪性腫瘍による発毛は悪性重毛として知られる。悪性腫瘍によって誘発される多毛症のメカニズムは解明されていない。ミノキシジルの傾向、外用使用も抗天性反発性多毛症を誘発することが知られている。脱毛予防薬として使われるミノキシジルは抗天性局所性多毛症を引き起こすと考えられている。薬剤誘発性の体毛の変化は 回復可能なことが多い。先天性原極性多毛症、先天性原極性多毛症、及び先天性母反性多毛症の原因となる遺伝子変異は特定されていない。クラオファリーに多毛症に至るメカニズムは多数存在する。多毛症の原因の一つは難毛が生える皮膚の小さな領域が終わりが生えるより大きな領域へと変化する過程に関係する。 この変化は、通常、青年期に、脇の下と素形部にある難毛の毛包が、終わり毛の毛包に変化する際に起こる。多毛症は、この種の変化を、通常は、終わり毛への痴漢が起こらない部位でも引き起こす。この終わり毛の痴漢の仕組みはほとんど解明されていない。別のメカニズムは、もう成長周期の変化に関係する。もう成長周期には、成長期、対抗期、 旧式の三段階が存在する。成長期が通常よりも促進されると、その体の部位には過剰発毛が起きる。多毛症は、年齢、性別、民族的特性から、通常想定される、以上の体毛が、性毛を生じる部位以外に見られる場合に診断される。過剰発毛は、体毛の過剰な、長さ、あるいは、体毛の過剰な密度という形で現れ、 体毛の毛質は、毛羽毛、難毛、終わり毛と様々である。すべての先天性多毛症には治療法が存在しない。後天性多毛症の治療は根底にある原因を特定する試みに基づいて行われる。後天性多毛症は様々な原因によって引き起こされるが、多くの場合に多毛症の一種を取り除くことで治療される。先天性。 高天性問わず全ての多毛症は脱毛処理によって症状を軽減することができる。脱毛治療には一時脱毛と永久脱毛の2種類の主な回区分が存在する。脱毛治療は反根、皮膚炎、過敏症などの副作用をもたらすことがある。一時脱毛による脱毛効果は数時間から数週間持続する。一時脱毛は完全に 美容目的の治療である。トリミング、低毛、化学除毛のような除毛法は、皮膚の表面までの体毛を除去し、その効果は、数時間から数日間持続する。抜毛、電気脱毛、ワックス脱毛、砂糖脱毛、糸脱毛のような脱毛法は毛根ごと、体毛全体を除去し、その効果は、数日間から数週間持続する。永久脱毛では、 化学物質や各種のエネルギー、あるいはそれらの組み合わせによって発毛の原因となる細胞を破壊する。レーザー脱毛は色素を含む体毛に対して有効な治療法である。レーザー脱毛は色素のない体毛には適用できない。レーザーは毛包の下部3分の1に存在するメラニン色素に照射されるためである。エレクトロリシスは電流と 極部加熱を利用して脱毛する。アメリカ食品医薬品局はこの電気脱毛にのみ、永久脱毛という用語を使用することを認めているが、それは、この治療法が、すべての色の体毛を脱毛できるとの証明を得ているためである。発毛を抑制する薬は、現在知見段階にある。薬物治療の選択肢の一つは、性ホルモン結合グロブリンを増加させることで、 テストステロンの働きを抑制することである。別の選択肢として、応体形成ホルモンを調節することで過剰発毛をコントロールする方法がある。先天性の多毛症は稀である。先天性ケバケ性多毛症の症例は、中世から現在までに50件しか記録されていない。先天性反発性多毛症の症例は、科学的文献とメディアに記録されたもので100件未満である。 メキシコでの先天性反発性多毛症の症例は、ある一つの家族に限定されている。後天性多毛症と男性型多毛症はより一般的に見られる。例として、男性型多毛症は18歳から45歳の女性の約10%が発症する。ペトルス・ゴンサルブス歴史上初めて記録された多毛症の症例アリス・イード・ハーティ1874年ロンドンの 宣伝広告多網症の人々はしばしばサーカスの出演者として働いたが、それは得意な用紙を最大限に活用した結果だった。懸命男のジョジョと呼ばれたヒョードル・エフティ・チョーフ、獅子面男のライオネルと呼ばれたステファン・ビブロフスキー、ヘッス・アセベス、アニー・ジョーンズ、アリス・エリザベス・ド・ハーティーラは皆多網症の罹患者だった。広範囲の多網症は精神的苦痛を伴い、 容姿への引け目を引き起こす場合もあるが、一部の人々は、多毛症は自らを定義するものであると考え、治療を受けることを避ける。ジュリア・パストラーナとして、アメリカ全土を旅する見せ物小屋に出演し、多くのアーティストの注目を集めることとなった。パストラーナの体の表面には広範囲にわたって、均等に黒い体毛が生えており、手のひらにすらも体毛が見られると描写された。 パストラーナの多毛症は当初先天性ケバ形成多毛症であると信じられていたが全身にわたる症状と同時に発症していた歯肉増殖症は彼女の症状が先天性終わり形成多毛症であったことを示していたパストラーナが X 連細伝性の終わり形成多毛症を患っていたのが確認されたのは彼女の死後になってからだった2011年 スパットラ・サスパンという大出身の11歳の多毛症の少女が世界で最も毛深い少女としてギネス記録に認定された。先天性毛化形性多毛症に関する歴史上の記録の一つはビルマの毛深い家族という4世代にわたる多毛症の家系である。1826年、ジョン・クローファードはインド総督の施設団を率いてビルマに赴いた。クローファードは アバ王の宮殿に住むシュマング・シュマングという名の、ケムクジャラの芸人と出会った。シュマングには4人の子がおり、そのうちの3人は正常だったが、マフーンという一人の子供は、先天性多毛症を患っていた。アバ王朝への2回目の派遣の際には、マフーンは二人の息子を持つ30歳の女性として、描写され、息子のうち一人は、多毛症を患っていた。 多毛症の息子はマンホセという名だったが、彼のマーミーという娘も多毛症の罹患者だった。一族のうち多毛症の罹患者は全員が歯の疾患を持っていたが、その他の家族は皆完璧な歯をしていた。初めて記録された多毛症の症例はカナリア諸島のペトルス・ゴンサルブスのものである。このケースは17世紀中頃にウリッセアルドロバンディにより記録され、 1642年出版のモンストローラムヒストリアカムプララポーミニツエストリーアマニアムアニーマリームの中で公表された。アルドロバンディはゴンサルブス一家の二人の息子と一人の娘、そして一人の孫は皆多毛症を患っていると記録した。ゴンサルブスの一族はその肖像画が発見されたインスブルック近郊のアムブラス城からアムブラスの家族と呼ばれた。 これに続く300年間には約50件の多毛症の症例が観察された。1873年にはルードルフ・フィルヒョウが歯肉増殖症を伴う多毛症の類型について述べた。多毛症は他の動物でも発症例がある。カナダに暮らすアチョムという名のオスのペルシャ猫はその多毛症による得意な外見から一定の注目を集め、 2015年には、狼男猫というニックネームを得た。1955年、サラ枠州から入手された、アルメスのミュラーテナガザルは、顔面部に異常な発毛を示していた。この猿の症状は顔面における多毛症であった可能性があると推測されている。ありがとうございます。